あなたに萌えをデリバリー、萌え萌えキュー。カオタンこと終身名誉研究生からチーム K2 に昇格しました松村かおりです。どうもちょっと緊張しすぎて喉が調子悪かったんですけども、はい、ということで、松村かおり公式アカウントができました。 YouTube だぜ。はい、ということでですね、知らない方もたくさんいますので簡単に説明をしたいと思うんですが、ね、私松村かおりは今これを撮影しているハンドカメラを使ってですね、コンサートのメイキングだったりとか、まあ、あといろいろねイベントの模様だったりとかをこのカメラに撮って SNS サイトの方にアップをしていたんですけども、まあ、この度 YouTube の公式アカウントを作ってくださるということで、もっともっとたくさんの方に SKE の、ね、メンバーのことを知ってもらったりとか、 SKE のことをあんまり知らない方に、あ、こういう子がいるんだなっていう風に気づいて知っていただこうということでこのアカウントを作ったわけなんですけども、まあこれまで通り SNS サイトの方には、私一人の「今夜も1コメダ」っていう、バーベキュー松村かおりの「今夜も1コメダ」ってやってるのがあるので、それは今まで通りアップをしたいと思って、でこの公式の YouTube のアカウントの方には一人のメンバーをこうピックアップした動画をアップできたらいいなと今は考えています。もちろんそれ以外にもどんどんチャレンジしていきたいので、こういう動画が見たいとか、こういうのを載せてほしいっていう意見がありましたら、私の方のブログのコメント欄だったりとか、まあ握手会に来て直接ご意見を言ってくれたりとか、そうですね、あとはまあまあ SNS サイトの方にコメントを入れてくださったりとかして、まあその中でまたスタッフさんと話し合っていろんな動画をアップして、ちょっとでも SKE のメンバーを知ってもらえるような活動をしていきたいと思っています。はい、なのでとりあえず今は前に昔ねちょっとやっていた本当にメンバーと一人の子と一対一で私がいろんな質問をして、その子の深いところまで知ってもらおうっていう企画を考えていますので、まあちょっとはっきりとした頻度は申し上げられないんですけども、不定期ではありますが、ちょっとでも多くのメンバーが、これに出てもらって、少しでもファンの皆さんにたくさんいろんな一面を出してもらえるように、私たくさん引き出していきたいと思います。なのでこの松村かおり YouTube 公式アカウント皆さんよろしくお願いします。はい、ということで、まあ、試行錯誤しながらやっていきたいと思うので、何かありましたら私までたくさんコメントやご意見ください。それではまた次回動画が上がるまで待っていてくださいね。以上、松村かおりでした。バイバーイ。